偉大なる指導者現る、その名は文鮮明ということである。まあ、やはりあの人事が非常に大事だと思うんですがね、人事の仕組みはですよ、これはもうなるべく老壮制ね、老壮制体制、これをその取り入れていきたいと思うんですね。やっぱりあのこの重要な決定にも若い人も参加しておる。率直に申し上げましてですね、この春以来自由民主党の中がゴタ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 しておった。これはもう率直に言ってその通りだと思うんです。もうこの際ああいう核のいきさつを全部吹っ切らなきゃいかん。そしてここで初めてですね、もう挙党体制、まあ、前党体制を作り上げなきゃいかんと。福田赳夫君を本院において内閣総理大臣に指名することに決しました。